ウエストランド30ウエストランド30ウエストランド30はウエストランドリンクスを元にした英国の中型ヘリコプターである。ウエストランド社は本機を VIP、旅客、貨物輸送と沖合での運用を計画していたが、生産は限定的で40機を製造しただけで1987年には生産を終了した。ウエストランド社は SX とホワールウィンドヘリコプターの代替機の調査を行い、民間市場向けにリンクスを大型にした機種を開発することにした。この民間向けヘリコプターは、ウエストランド30と解明される前は、WG-30 スーパーリンクスという名称であった。ウエストランド30の機体は新規のものであったが、トランスミッションや、 その他の構成部品はリンクスと共通のものを使用していた。外観の形状はリンクスと似ており同じ、トランスミッションとリンクスのものより大きく低回転の4枚、ブレードローターを使用していたが、胴体はより大型で、全く新規のものだった。胴体は保守的なアルミニウム構造であったが、テールブームには複合材を使用していた。 ウエストランド30の旅客輸送型は引き込み、敷タラップとスライディングドアを持ち22名の乗客を収容でき、胴体後部には荷物室を備えていた。沖合い作業用の装備をしたウエストランド30から100は 250km の行動半径を持ち、9名を送り出し13名を回収してくることができた。軍用モデルでは14名の兵員を装備とともに、 装備なしの兵員を17名または6章の単価と医療要員を運ぶことができた。最初の試作機 WG30 は1979年4月10日に初飛行し、同年のパリ航空ショーに出品された。最初の量産型のウエストランド30から100は1981年に生産が始まり、1984年により強力な エンジンを搭載した30から160の生産が、これに続いた。1982年1月6日に、最初の3機のウエストランド30から100が、北海南地区の石油細イク具への搬送業務のため、ベックル空港の英国航空ヘリコプターズ社に、納入された。これらの機体は後にペンザンスシリー初等艦の定期旅客路線に就航し、 1986年に会社が英国国際ヘリコプターズ社になるまで飛行していた。アメリカ合衆国ではエアスパーヘリコプターズ社が4機のウエストランド30をリースで購入し1983年5月9日からロスアンジェルス地区で定期旅客輸送を開始した。オムニフライトヘリコプター社はパンアメリカン航空の代行で、 ジョン・ F ・ケネディ国際空港とマンハッタン中心部とを結ぶ路線を運行していたが1988年2月1日に運行を停止し機材はウエストランド社に返還された最終的に機体はウェストン・スーパーメアにあるヘリコプター博物館に所蔵されたウエストランド30の最大の運行会社はインドのパワンハンス社であった英国政府はインドと 英国の海外援助資金から6500万ポンドを拠出した石油探索事業に21機のウエストランド30を供給することで合意した。インドは次の援助資金が供出されるかどうかがはっきりしないうちにこの取引にしぶしぶ応じた。これらの機体は1986年から1988年にかけて石油天然ガス会社に代わってパワンハンス社が 養生運用のために受領した。ほぼ同数の SA365N ドファンがフランスから提供された。間もなくウエストランド社のヘリコプターはインドの環境には不適合であることがわかり、2件の致命的な事故の後で1989年に機体は飛行停止となった。残った19機のウエストランド30の残存機は 英国の企業に売却されたが6機が英国に向け出荷された後で取引は不成立となった。これらの機体は英国とインドで保管されていると信じられている。ウェストラントヘリコプターズ W30 ヒストリーページ、アビア、ロシアン、イエウェブサイト。ありがとうございます。